どうも勇者です。すげえ短いスパンで来ましたね。ラッキー装備召喚ディシディアファイナルファンタジーアーケードの多分やつだと思います。アーケードのやつは私もともと関係者ですので引かないと、というかまあ半額だったら何でも引くんですが、これね嬉しいんですよ。全く被りがないんですよ。ゼロ被り、ゼロにもなんで、もうどれ出ても嬉しいですね、正直。もう別に本当に、どれ出ても、嬉しくないということがもう存在しないので、まあ、気持ちとしては、複数出てほしいかなぐらい。でしか思ってない。はい。まあ一個でも全然嬉しいから、もう何来てくれてもいいので、もうサクッと引きましょう。もうすごい戦力アップすると思うんですよね。どれも欲しいし、まあ、タイラスとか来たら、やばいぞって感じなんですけど、さあ揺れて一個か。どれでも OK な時は一個なんですよね。まあ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 。まあオーバーフローはまた来ず。はい。もう分かってました。オーバーフローは来ない。オーバーフローは来ない。それは分かってました。おう。剣が2本被ってからの、ぬん！ん？これは、まさたかの剣かな。まさたかの剣っぽいな。よし。よし。まさたかの剣。レディー&ソード。分身するやつね。はい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 。いや、もうありがたいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう十分でございます。はい。結果としてはしょぼいのかな？多分、普通に考えたらしょぼいと思うんですけど、僕結構このキャラ好きなんで、もう全然嬉しいです。はい。ということで見ていただいてありがとうございました。